今回も交際中に考えること、すべきことについて話をします。今回は、プロポーズを言うタイミングを考えるです。プロポーズをする日、場所、プロポーズリングが決まりました。プロポーズをどのタイミングでするかを考えます。デザートが出て、すべての食事が終わったとき、さらに会話の中で、プロポーズの言葉をどのように切り出すか、シミュレーションをしておいてください。私は船上でのプロポーズをしようとして、乗船客が多く、プロポーズができなかったことがあります。プロポーズをする場面、場所を複数用意しておく。また、以前話をしたレストランのプロポーズプランのサービスを利用することも良いでしょう。